嘘でしょ。ならヘッドショットでどう。セオリーガンマ銃じゃ無理よ、私に任せて。友達でしょ。まあ、たくだらないもの切っちゃったよ。あ、ちょっと萌子だよね、萌子だよね。かいうこと、てかそれ何、コスプレ、コスプレなの。なうよ、結構複雑なんだ、うちも。まあいいや、説明は後。そんなことより今はここから逃げなきゃ。あ、ちょ、何。何なのこれ。早いな、もう来ちゃったか。まあいっか、やるにはいい夜だよね、蘭子。萌子、これってさ、簡単に説明できる状況じゃないってことくらい蘭子にもわかるでしょ。そうだね、これが終わったらカラオケ行こうね、萌子。ウッソ、マジでカラオケ超上がるんですけど。またなんか来たよ。この音、蘭子乗って。つうか誰。私のお兄ちゃん、紅のレンよ。紅のレンってだそう。早く乗れ。超イケメン。ああ、家で待ってるぞ、萌子。一緒に母さんのカレー食うまでは絶対死ぬんじゃねえぞ。ここは萌子に任せて。生きろよ。やっぱ全然わからないんですけど。